はい、どうもこんにちは、です。今回はこちら、さ親子三代カメハメハ、孫悟空、国井の戦士馬、かっこバーダックご飯だね。はい、こちらを使っていきたいと思います。悟空一戦な、かっこいいね、必殺技名。長い時に導かれし血脈の挑戦士。なんか血脈って聞くとなんかジョジョをねちょっと思い出させますが、まあ、今回はこんな感じで行ってみようかなと思います。さあ、使用するヒーローバターはサイヤ人女の子、フルパーサイド。まあまあまあ、あとのスキャン中なんですけど、ちょっとまあ特にないんで、はい、まあ、今回はあの一番最後にね、これねスキャンして、まあ、ワンチャンね、カブトインとか、まあ、あるかもしれないね。で、ちょっと3ラウンドの転送までいければ、まあ、今回はまあいいかなと思ってるので、まあ、勝ち負けね、関係なしに、とりあえずあとは楽しんでいきましょう。さあ、戦いを楽しむ心、レベルマックスということで、じゃあ、アプリは2でいいかな、とりあえず。ちょっと2ラウンド目で、ね、耐久できる自信があんまないので、まあ、2ラウンドの間、ね、アプリと、ね、受け流しの極意で耐久しながら、まあ、こいつも、ね、あのヒーロー連携に含まれているとその仲間全員受けるダメージが半分になるんですよ。なので今回ヒーロー統一で、ね、組んでいるというのがあるんですけど、で、まあ、固定ダメージも、ね、半分にできるということは、ね、まあ、やっとこさ、ね、バーダックの、ね、いい感じの対策かどうかというかという感じです。さあ、あとは転送が、ね、これ激闘の絆っぽいんですよ。これ武器を超えた強闘、まあ、これがかなりダメージが出せそうなんで、3ラウンド目でもゴリ押すとって言ってるそばから流星かーい。流星だよなあれ。うーわー、マジか。ヒーロー統一 VS 流星はやばい。なんでこんな時間に。マジかー。まあまあまあ、えぐっ、それは。うわ、どうしようもないわこれ。ちょっと捨て勝負ですね、これは今回。はい、まあしょうがないです。いやー、ヒーロートイツのそのなんだろう、弱点であるね、あの流星悟空も一番捨ててたやつが来ちゃったんで、これはまあまあまあ耐久できればいいんですけど、できるのかなこれ。だって無事チルだよ、軽減下げまくられてもう無理じゃない。いや、無理ゲーだね。無理ゲー集がかなりするんですけど、降参ができる、降参ができるだと。なんだって。これはどうしようもないね。いやー、じゃあキザルさん出ちゃうわこれ。いやー、どうしよう。いや、だってこれさ、待って、物理が一切通らないで、カーンアクションで2万8000落とさないといけない。それは無理です。申し訳ないです。参りました。悟空はどれかな。ちょっとスイッチパイセンだとさっきの二の舞な気もするけど、はい、アプリ3ラウンド。いや、どっちだろう。悟空なんかさ、今段のシークレットってかこれじゃね。あー、悟空のスーパーサイジン4がいるからこれかも。いや、ね、連呼してるってことだからワンチャン。はい、ヒーロータイプ、これ分かんないよね。ほら、見た目一緒で分かんない。いや、でもスイッチかな。まあでも悟空の戦士で気力も回復してバーダックいるから、ちょっと先行がかなり取りづらいという、なんともやらしい出来。いやー、どうしよう。戦闘力制限もあんのか。まあでも一応突っ込んでみる。ベジータ下げて突っ込んでみる。まあまあまあ一緒なんでね、もう。さあ、頼むから今度のシークレットだってほしい。そいつ、僕どっちだ。うわ、何それ。あ、無意、1枚出し。うん、1枚出し、それは一体なぜ。1枚出し、バーダック出さない。おーおーおお、あれ待って、記録回復発動しなかったね。発動しないってことはこれか、普通に。あ、 OK です。まあそれはそれできついけど、まああれよりはマシかな。まあなんか
バーダックを出さないっていうのはちょっと意外だったけど、まあそういう感じだったら全然ね、これダメージ、そう、貫通で通せるかな。まあ問題なしと。あー来た、オッケー。あ、いいね、これ使ってみた動画っぽいじゃん。お互いにこの悟空っていう、あーひどい、チャージがちょっとひどいね。ただこれでパワーが、5000アップの5000アップ、あ、じゃあ1番の5000アップで、女の手はでも上がってるという状態。まあ次のラウンドで別に6円あってもね、貫通の必殺技で飛ばせそうな気もするんだけど、はい、でこれで記録回復は1回しかしないので、まあ、そこも狙いの一つなのかなという感じなんですけど、まあアルティメットまで次は放てればいけんだよね。どうだろう、アルティメットよりは無理か。でアプリはもう7星制限のこれ一択なんで、あーでもバイバイ悟空がいるのか相手、じゃあダメだ、バイバイいるんじゃダメ、じゃあもうウルトラゴッドだね。 OK です。でチョコダウンと OKOK。 いやー、ここはまあベジータ下げっていうのはこんな感じかな。送信するスタンプを選ぼう。いや一応さ、あの耐久力はあんだけど、ちょっとあの転送が怖くてね、悟空の転送が次控えてるから、その相手の転送がね入ったとこにカードアクションとかが入ると、まあ、ちょっとやばいかなっていう、感じで、まあでもまあまあまあバイバイ切られてここは何もできないと思うんだけど、ウルトラゴッドで体力めっちゃ増やせたからまあ大丈夫じゃない。でベジータで倍増消してるし、まあ、ブロックバーストもあるから、まあ、相手が覚醒サイヤーバースト、まあ、やってきたタイミングでこれをやれれば、まあ、一番ベストかなって、思うので、はい、まずは体力消します。でブロックバーストは次かな。いやそうだね、次いいと思う。時の限りのレベルがまだ、ここはまだね、100ポイント行って、はい、まあ、そこまではまだ増えてないから。あ、そもそもブロバできない、悟空切ってる相手。なるほど、ブロックバーストができない。でもバーダックそんなに固定上がってる。ブロックバーストモード、はい、じゃあこれやらない。バーダック1万7000ぐらいでしょ、はい、で3万で、まあまあまあここはしょうがないですね。でまあ転送ないから別に50005000まで関係なくて、ちょっと怖いのがなんだろう、あでもあんまないかな。でガード向こうとかもいないんだよね相手、なんとかなりそう。やばい、そろそろ眠くなってきた、そろそろ眠くなってきた。さあまずはここの5倍ダメージを防ぎたいね。うん、いいね。さあ5倍は防いだ。で、あとバーダックにちょっと固定が入っちゃうっていう、まあ半減って言ってもね、相手のバーダックの固定が1万何千とか増えてるから、それがねちょっときついかな。はい、ここら辺もまあ全然軽減も効いてるし、まあまあまあ大丈夫だとは思うんですけど、うん、いいね。この次がね、あーね、まあまあ食らってるっていう。はい、こちらの仕事の後からのこれで、さあどれぐらい入るかな。まだく必殺技が怖いねこいつの。まあまあこれはちょっともう絶対チャージ勝てないんで、ここはねしょうがないんですけど、レベルダウンしてしまった。さあ1万7000ぐらい当たったから、まあまあまあ8000ぐらいは上がっているのか。でバーサーカーの必殺技だからちょっと食らっちゃう気もするけど、まあ一応経験はだいぶ張ってるぞ。こう考えてワイワイ悟空ってさ、なんか攻防一体でほんと強い、攻防一体。あーやめて、変なダメージ、まあ強いなやっぱり。でもさ、これ次は
あれ防げるでしょ、ブロックバーストで。したらさ、このターゲット守りきれば勝ちじゃないの。あ、でもあれだわ、これ思った、転送を防げないじゃん。うわ、まずい、それは転送で死ぬかも。あ、そういうこと。待って、やめて、変なやれる方、転送で死ぬかも。ただ硬さはめちゃくちゃいいので、はい、耐えることはできるんだけど、ちょっと転送やばい。強すぎ、マジでもうバイバイやだ。狂ってるようなカード、いやー狂ってるね、バイバイ悟空は。これで倒せる。うわー、そっか、なんでそこ飛んでくんだよマジ。いやこれさ、バーダックとかに行ってればワンチャンあったやん。てかこれでワンチャンないの。うわー、マジでそこじゃなくて違うとこに行ってほしかった。さあどうだ、もういいか。うん、減らない、自由じゃ。まあでもこれはね、結局バーダックに行ってもミラクル出されて、そう、どうしようもないんで、まあ、極炎悟空だけ当たり口だったんだけど、はい、まあしょうがないですね。まあまあまあ言うて入ってはいるんだけど、まあ結局悟空なんで、はい、まあ、バイバイ悟空がねいなければカードアクションとかいけたんですけど、マジで強すぎやのカード。そしてね、このヒーローのさ、2発目の武器来たらもう大体こいつやな。うん、めちゃくちゃ強い。はい、まあね、ちょっと今日撮れる撮影時間もね、これで限界なので、はい、まあこれはマジでちょっと悔しいけど、うん、これはもうしょうがない。送信するスタンプを選ぼう。参りました。じゃあ最後はもう華麗に相手の転送で決めてもらって、はい、おとなしくやれます。いや強かったね。てかこいつ強いな。うん、強い。まあちょっと自分はうまく使いこなせなかったけど、普通にまあ相手が使ってる狙っててもだいぶ強さ確認できたんで、まあ、最後はね転送だね。うん、転送どれぐらい出るかっていう、うわー5万2000どれぐらい出るかっていうのみたいな。やっぱ毎回半減されるとさ、本当にガンマとかその貫通系がいないとマジできついっていうのと、固定ダメージが半分にされちゃうのがひたすらにきつくて、まあ、バーダックみたいにさめちゃめちゃ上げられるんだけど、まあ、今回みたいにね少年悟空とかでちょろっと上げるだけじゃ全然入らないっていう、はい、まあ、なかなか整った性能だなと思いました。さあ時に導かれし鉄メクの挑戦士へ。おめえは。おお、いいね。わあ、ガンマが粉々に。うわあ、かわいそう。1万9000ダメージ強すぎ。強すぎるだろ、それはさすがに。はい、勝ちでした。あれ、ガンマってあいつガードマイナスだったっけ？なんか、転送でガード下がってたんかな？あ、わかんない。あーでも下がってなかったとしたらね、1万9000、うん、凄まじい火力だね。でもまあなんか体感はね、 BR 悟空のね転送とちょっと似てるのかなっていう感じが、してて、うん、まあこれはちょっと3ラウンド目でねエナジーが満タンで食らっちゃうと、もうジャージーだって、いやーもう全然耐えられないし、まあこれとかいたらね、うん、さらに軽減無効にされてもうね守る手段ほぼなくなるんで、めちゃめちゃきつかったです。はい、ということで最後にこちらの必殺技、極意一戦、今回ね勝てなかったですけど、最後にねこちら見てお別れしたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。スーパードラゴンボールを
手に入れたぞ。おめでとう、見事な勝利だ。当然の結果よね。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。